秋元くんのバカ！うわあ！落ちる！危ない！あれ？水木ちゃん。危なかったな、もうこんなところで死んじゃったら自殺できなくなるところだったよ。生きてていいのかな。当たり前でしょ。あなたがいなくなったら私、水木ちゃん、僕たちやり直すことはできないかな。あの日出会った頃のようにもう一度やり直すことはできないのかな。私でいいの？僕でよければ。秋元くん、水木ちゃん、ごめんね。これからはずっと一緒だよ。行こう、おじさん。ああ、そうだな。大好きだよ、水木ちゃん。私も大好き。
お、うん、ありがとうございました。ああ。キリュウ、ちょっと待て。お先に。あ、ああ、ママ。これ、受け取ってほしいんだ。ママ？もう、伊達さんって冗談ばっかり。これ、さやちゃんに渡す指輪でしょ？いや、違うんだ。これは、ママに。本気なの？ああ、もちろん。ママ、俺はずっと…出てって。え？帰ってくれる？今日はもう、お店を閉めるから。いや、その…伊達さん、ここまでお世話になっていて申し訳ないけど、二度とお店に来ないで。